あ、どうも、ナベちゃんです。なんかだいぶ秋もだいぶ寒くなって、お、当たった当たった、起きた、おお、釣れちゃった釣れちゃった釣れちゃった、じゃーん、いきなり釣れちゃいましたね。まだ今説明したところだったんですけどね。はい、どうも、改めましてナベちゃんです。秋もだいぶ、深まってきて、もうだいぶ寒い日が続いてますけども、バスマンの方、バスがだいぶ厳しくなってきたかなって人もいると思います。そんな中ですね、なんとですね、今日はバスマン的にトラウトを狙ってみようということで、ちょっとダウンショットの釣りを今日は説明したいと思います。今回使うルアーはこれ、このね、サブローっていうんですけども、これめちゃくちゃ今この宮城アングラスビレッジでめっちゃフィーバーしてる究極のルアーとなってるんですけども、これをこのもう正真正銘この僕のバスタックルで遊んでみたいと思います。で、仕掛けの作り方もすごい簡単で、まずこのサブローを、この結んでですね、こう糸を長くします。でそしたら下に重りをつけていただければ、もうこれでセット完了です。では行ってみましょう。レッツゴー。早速やってみます。まずこう投げます。やべ、バックラッシュして、まあこう投げます。で、投げましてですね、こうまあもうやり方なんですけど、こうまあこうちょんちょんちょんってしてもいいし、おこうやってこうズル引き、ズル引きからつって、おおおほら、これやってるとすごい当たるんですよ。これこれチョンチョンチョンってやって、こうチョン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 ってやってやったりとか、こうもうやったりとか、おおおお、すげえ、めっちゃ当たる、めっちゃ当たるっすよこれ。やばいなこれ。もうね、バスロットだからマスが釣れないとか、トラドロットじゃなきゃダメだとか、もうそういうの関係ないですから。おお、ほらほらほらすげえ、あ、めっちゃ当たりますねこれ。しかもバスロットの方がもうキンキンなんで感度がいいんですよね。でライン、僕が使ってるラインなんですけども、これ今本当にバスのバスシーズンのまんま6ポンドを使ってますね。まあ太くてもいけると思いますが、もし太くする場合はナイロンの方がいいかと思いますけど、はい、でも全然そのままいけると思います。はい、おお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 お、来た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 、おお、やっべ、面白いバスロットのマス、すっげービンビン来る。よし、はい、おいちょ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 い、おいおいほい、ダーン、やっちゃいましたね。また釣れちゃいましたよ。このめちゃめちゃ面白いっすよこれ、無限バイト。これ皆様、特にバスやってる方、もうかなりおすすめですこれ。いやー、めっちゃ面白いです。感じですね。下池、でバスをやってる方でもですね、このバスロットでこのトラウトが遊べるんだよというのをちょっとご紹介してみました。またですね、今日使ったこのサブロー、こちらですね、ゲストハウスでも、取り扱ってますので、下池でもちろんバスを狙いに来てちょっとこうトラウトを釣ってみたいという方、そのままのタックルで、中池でも遊べますので、ぜひ、ご来場の際には試してみてください。分からないことがございましたら僕ら、スタッフまでお声掛けください。それでは、宮城アングラスビレッジでお待ちしています。さよなら。